ブラツ州はブルガリア北西部に位置する州。北にはドナウ川、南にはソフィア州に面している。ブラツ州の基礎自治体水の供給システムは整備されているが、広域的な改善が必要である。コズロドゥイには原子力発電所があり、ブルガリアの重要な電力源となっている。地域の道路網には総延長 1277km に及ぶ。 国道がある。最も多いのは各基礎自治体の責任によって管理する第四級の道路である。道路の保守業務は州の管轄である。メズドラにはブルガリアの各都市を結ぶ鉄道網の接続点となっている。州内の主な公共交通は100を超える路線を持つバスと26路線のトロリーバスである。州都のブラザは南部に位置し、 ソフィアから1 1 6トル離れている。ブラザからバルナへは4 1 4トルプロブディフへは2 1 7トルプレベンへは1 0 8トルブルガスへは4 1 6トルである。欧州自動車道路は州を縦断している。ドナウ川沿いのオリャノボー市と対岸のルーマニアの町、ベッケットは物流、フェリー交通の拠点となっている。 労働者人口は48,892人で、サービス業に27,685人、製造業に19,020人、農業に2,187人がそれぞれ携わっている。労働者人口は2000年から増加に転じ、その多くは私、企業に勤めている。失業者の割合は、 ブルガリア全国平均よりも高く、失業問題の改善は、州の政策目標となっている。高企業での労働者の減少と、市企業での労働者の増加量は一致している。高学歴史者の方が、就業率は高い。ブラツァに2つ、コズロドゥイに1つホテルがある。ブラツァから 12km の山中には、サウナ、フィットネスなどの設備を持った、休養施設がある。州内には、 ブラチャンスキバルカン自然公園自然公園があり、ブラチャンスキカルスト自然保護区、レデ,デニカ洞窟などがある。主な観光場所には次のようなものがある。ありがとうございます。